いつもご視聴ありがとうございます。今回は宮城県栗原市にある栗駒高原駅にやってきました。インスタ360度カメラを使用して通過シーンをホームの端っこから撮影しました。早速上り盛岡方面やまびこ号が発車していきました。栗駒高原駅は仙台から盛岡区間内での国内最速の時速 320km で走行する区間です。 4K の高画質と360度カメラでまるでその場にいるような臨場感が体験できると思います。360度カメラではピンチインやアウトをすると指2本で画面をタッチし、指幅を広げたり縮める動作です。主に画面を拡大したり拡張できます。スワイプ操作は指1本で画面をタッチし、上下左右に指を滑らせる操作で画面回転の際に使います。主に360度カメラは2種類の動作で行きたい場所が自由に見ることができます。ぜひ操作をして体験してくださいね。上り東京方面、はやぶさ通過です。 Going up to Tokyo, pass Hayabusa. 下り盛岡、秋田方面、
Komachi, Hayabusa 通過です。Outbound Morioka, Akita Direction, Komachi, Hayabusa Pass.下り盛岡方面、はやぶさ通過です。Downhill towards Morioka, passing through Hayabusa. 上り東京方面、はやぶさ通過です。Going up to Tokyo, pass Hayabusa.下り盛岡、秋田方面、小町、はやぶさ通過です。Outbound Morioka, Akita Direction, Komachi, Hayabusa Pass.上り東京方面、はやぶさ、小町通過です。Going up to Tokyo, pass Hayabusa and Komachi. 下り盛岡秋田方面、小町、はやぶさ通過です。Outbound Morioka, Akita Direction, Komachi, Hayabusa Pass.上り東京方面、はやぶさ、小町通過です。Going up to Tokyo, pass Hayabusa and Komachi.
上り東京方面、はやぶさ通過です。Going up to Tokyo, pass Hayabusa.下り盛岡方面、はやぶさ通過です。Downhill towards Morioka, passing through Hayabusa.